そのホルモンが出るときに生きる気力に満ち溢れてるんだよ。こんにちは、パパラジ先生の丸ごとダイビング TV インストラクターの宮本です。このチャンネルではダイビングを始めたい方や初心者ダイバーのお悩みを丸ごと解決していきます。宮本さん、はい、海は癒しだって言うじゃないですか。言いますね。癒しって何なんでしょうね、うん今日はちょっと深いところから来るので、ね、はあ、でもそれはね、ズバリね、最強ホルモンが出てるから、ね、最強ホルモン、そう、最強ホルモン何ですかそれ。このね、ホルモンの話はね、しっかり研究結果が出てるっていうところもあるんだよね。ちょっと教えてください。わかりました。じゃあ今日は海に行くと出る最強ホルモンについて研究結果をもとに丸ごと解説していきましょう。お願いします。お願いします。よろしく。人はなぜ海に行きたくなるのかという壮大なテーマについて考えたことありますか？海は見るだけでワクワクするからですよ。まあそうだね、はい、これはですね、人が自然を感じるっていうことで本質的に求めてるからなんだけど、あ、もうそういう DNA が組み込まれてる。そう、そういうものなんですね。まあ最近の研究によって自然の中で過ごすことで私たち人の体には驚くほどのポジティブな変化が起きるっていうことが分かってるんですよ。どんな変化があるんですか？例えば自然に触れるだけで 0.2 秒後には幸福度が、ね、増加し始めたりとか、あとはストレスホルモンがはっきり減少するのが、ね、分かるほどの癒し効果があったりとか、あとはまあ免疫細胞が増加する、あとは記憶力やアイデアを生む力が高まったりとか、まあ、睡眠の質が向上するとか。 0.2 秒後、そう、海に着いた瞬間に幸福になれる。そう、本当なんですか？そうだと、もう行くしかないよ。ちょっとちゃんと具体的に教えてください。あ、わかりました。じゃあまずは自然に触れた 0.2 秒後に幸福度が増加し始めるっていうところからいきます。はい、これはね、イギリスのサセックス大学の研究をもとにできてるんだけど、まあ、2万人以上を対象に数年間においてね、実験されてるんですけど、結果から言うと都会にいる時よりも屋外の自然豊かな中にいる方が確実により強い幸福度を覚えているっていう結果なのね。幸福度の上昇っていうのは一人でいる時と友達で過ごす時の差よりも大きい。あとは大好きな趣味に没頭してる時とで大体同じぐらいの幸福度なんだよね。なるほど。自然の中に身を置いてる時と好きな趣味に没頭してる時は同じぐらい幸せだってことですか？そうっていうことだよね。ってことは海で友達と大好きなダイビングをやってる時って幸福度はマックス、マックスなんだ。全てが条件が揃ってる。そう、全てがいい方向に繋がってる。でも最初に言ってた最強ホルモンっていうのは何なんですか？まずね、快楽ホルモンであるエンドルフィン、はい、あとは幸せホルモンでセロトニンっていうのが分泌されるんだよね。これが分泌されると血行が促進されたりとか、はい、体内酸素が増えて気分が良くなったりとかね。そういうホルモンの作用があると。そう。じゃあ次に、ストレスホルモンがはっきりと減少することでね、まあ癒し効果があるっていうところなんですけど、これはでもなんか、ストレスが減ってるなって感じますよね。うん、まあそうだよね。今度はですね、千葉大学の研究になってるんですけど、はい、自然の中で、まあ、15分間静かに座っているだけで、ストレスホルモンが減少したっていう研究結果があるんですよ。あとは、副交感神経の活動が高まって、リラックス度合いが 55% も高まったりとか。ちゃんとした研究結果です。そう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 。あとは、免疫細胞が増加する。今度は日本医科大学の自然と免疫っていう、まあ、研究があって、都内に住むサラリーマンに3日間1日数時間、まあ、森の中に行ってもらってそこで過ごしてもらう、はい、その結果としてはナチュラルキラー細胞、はいはい、そう、 NK 細胞っていう、ね、はい、言い方もするんだけど、まあ、免疫細胞なんですよね。この数を測定するっていう研究だったんだけど、なんとね、 NK 細胞が 40% も増加。比較対象は何ですか？比較対象は都市部で旅行したりとか自然に身を置かない活動をさせた別の研究グループと比較をして、そっちはね、増加の変化は全くなかったみたいなんだけど、旅行したら旅行したでなんかリラックスしそうですね。そうなんだよ。その自然の中にいるっていうところで、免疫細胞の活性化につながってるんだよね。じゃあ、まあ海に行くだけで免疫機能がアップするってことですか？そうそうそう。なんでここまででまず幸福度も高まって癒し効果もある、あとは免疫力も高まる、健康にもなっちゃう。自然ってもう至れり尽くせりだよね。そうですね。実はこれだけじゃなくて、記憶力やアイデアのね、生む力が高まる。要は脳のパフォーマンスがアップするってことなんだけど、自然にね、数日間触れることで創造性、アイデアを生む力だよね、はい、それがね、なんと 50% か。なんか仕事に使えそうです。あとは記憶力テストも 2.6 倍の点数になってるんだよね。自然の風景を見ただけで注意力が回復したなんていう結果も出てる。いい報告ばっかりじゃないですか。そうなんだよ。休みの日にダイビングしたら、それで海に触れることで翌日からのお仕事のパフォーマンスも、ね、上がる可能性があるんだよね。なるほど。
ほど。じゃあ土日に自然でしっかり遊んだ人の方が仕事もうまくいくと。そう、僕もうまくいきます。うまくいくよ。バリバリ。さらに睡眠、現代人のほとんどがね抱えるこの睡眠の問題が実はだいぶ解決するかもしれない。今度はねコロラド大学の研究、2日間自然に触れることで睡眠ホルモンであるメラトニンが分泌上がって、まあ、改善されたよっていうデータからね。なるほど、眠りの質が上がるってことですか。そうそうそう、海に行ったらぐっすり寝れるってことだね。じゃあ都会に揉まれてちゃダメですね。そうだね。あとは海の音とかだとね、癒し効果はもちろんあると思うんだけど、はい、F 分の1ユラギって聞いたことある？あ、なんか聞いたことあります。お、よく知ってるじゃないですか。なんかこの前教えてもらいました。あ、清水さんでしょ。清水さんに教わったんでしょ。あ、いいね。例えば海の波の音だったりとか、はい、木漏れ日だったりとか、焚き火のこの火のね揺らぎだったりとか、はい、自然の動きを見て感じる、まあ、癒しのことをね F 分の1ユラギという言い方をしたりするんだけど、自然に触れてストレス軽減っていろいろあるけど、精神的なストレスをね、癒してくれるのが海って言われてるね。海が一番効果があるんですか。そうだね。波の音の F 分の1ゆらぎっていうね、まあ、自然のリズムでリラクゼーション効果っていうのがね、まあ、得られるってことなんだけど、山も川もいいけど、うん、海がよりいいよってことですか。そうだね。ダイビングに行かない理由は見当たらなくなっちゃいました、ね、いやそうなんだよ、うん、さらにもう一つすごいホルモンがある。すごいホルモン、すごいホルモンが、これが最強ホルモン、これが最強ホルモンと言ってテストステロン。テストステロン、テストステロン、はい、これね、よし君ぜひ知っといた方がいいと思う。テストステロン何ですかこれ。これはね、ちょっと前は男性のねモテホルモンって言われてた。モテホルモン、そう、モテたいです。モテたいよね。男らしくというかエネルギー満ち溢れてる若々しくなったのが、まあ、ホルモンだけど、はい、まあモテたいけどね、まあ、まあモテるかどうかまあまたねちょっと好みもあるだろうからちょっと別なんだけど、はいはい、うん、ただこのホルモンが出るときに生きる気力に満ち溢れてるんだよ。気力そうなんです。そう、テストステロンっていうのは加齢とともにだんだん減少していくので、やる気の減退とかにもつながったりはするんだけど、ただテストステロンをね向上させることによって精神の安定とか、まあ、集中力とか記憶力とかね、この向上にもつながったりとかするから。そうなんです。そう、テストステロンはもう活力の源だね。なるほど。え、これどうやったら出るんですか。これね、全身運動で出せるんですよ。サーフィンやってる人とかでも結構いくつになっても若々しくてかっこよかったりするじゃないですか。あ、そうですね。そう、これダイビングとかも全部そうで、マリンスポーツっていうのはやっぱり全身運動になりやすいから、で全身の筋肉を鍛えることで、まあ、テストステロンが高まりますと。あとは波とか海とか生き物とかにね恐怖を感じたりとか、冷たさで交感神経が刺激されることでも、まあ、テストステロンが出るんだよね。じゃあ海の中でサメ見て、はい、おーとかちょっとビビった時にはもう男らしくなってテストステロン出てる。その時にはすでにドキドキワクワクしてるのがいいってことです。そういうことだね。要は今までね挑戦したことがないような新しいこうスポーツだったり趣味とかに挑戦することで新鮮さとかドキドキ感を味わえたりするから、まあいつまでもねちょっと若々しくいたいなとかいう人はこのテストステロンの量をね増やすような新しい経験をしてみてもらうといいかなと思います。チャレンジですね。そうだね。すごいですね。なんかダイビングって癒しだけじゃないんですね。そうだね。アドベンチャーな体験もできるから、うん、まあそういう意味でもテストステロンがね分泌されやすいですね。ダイビングっていろんな効果があるんですね。いや、そうだよ。あとはまあダイビング中の呼吸っていうところが交感神経を刺激して、まあ、心拍を下げてリラックス効果っていうのがね、まあ、促進されるなんていうのもあるし、精神的な、まあ、健康とか、あとは情緒を安定させる、まあ、向上させる効果があるなんて言われてるよね。怒りっぽくなくなったりとか。そう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 。じゃあもうみんなダイビングに来ればもう世界平和。世界平和大きい話になります。大きい、そう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 。まあ、あとはね、その非日常っていうところが、そういう活動がまあ脳への刺激になって新鮮さっていう形になるんだけど、はい、まあ、それによって今度はノルアドレナリンだったりとかドーパミンとか、あとはセロトニン、さっき言ったテストステロンなど、はいはい、ホルモンが分泌されて、まあ、脳がどん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 活性化してくるね。じゃああれですか、ボケ防止みたいな。あ、でもそれもあると思うよね。うん、いや、やってこう、ダイビング。いや、やった方がいいよ。そう、みんなやった方がいいよね、はい。まあ、海水に浸かって、まあ、体を動かしたりとか太陽に当たったりとかね、うん、すること、あとは海を眺めてるだけでもね、まあ、人はポジティブな精神状態になったりするし、これによってね、ホルモンであるドーパミンとかノルアドレナリンとかセロトニンとかね、まあその分泌とも関係があるよっていうところで、やっぱりいろんな人にねダイビングってやってもらいたいなと思うよね。ただ単に海行って、ああいいな、癒されたなって思ってたのは、実際体の中ではそういうホルモンがちゃんと作用してたってことですね。っていうことだよね。もうそれをね知ってやるだけでも多分すごく効果は高まってくると思う、ね。なるほど。知ってるのと知らないのって、そう、もう今出てるな、テストステロンが、ね、今セロトニン出てるなって思うことなんかね、疲れも取れるわけですよ。
じゃあ、まあダイビングって体にも精神的にも最高にいいスポーツ。いやでも本当にそうだと思う。すべての人にねダイビングやってほしいし、多分ねハマんない人いないと思うんだよね。やってほしいですね、うん、もうちょっとハマれるように頑張ります。ぜひぜひやりましょう、はい、ということでこの動画が参考になった勉強になったという方はチャンネル登録と高評価そしてシェアをよろしくお願いします。あと YouTube で話せなかった内容も LINE で配信をしていますのでよかったら概要欄から LINE 登録をしておいてください。このチャンネルで取り上げてほしいテーマ質問などありましたらコメント欄に入れておいていただけたら今後の動画の参考にさせていただきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。メモさん、はい、これもう出てるなーって感じる瞬間あるんですか？まあそうだね。あるある。水に顔をつけた瞬間とか、まあ仕事だったりするね。今度はアドレナリンとかも出てくると思うんだけど、休みの日とかに水中でこう目を閉じたりとかすると、F 分の1揺らぎが音でも体でも感じれるから、そうなんですね。そういう時やっぱ出てるなーって思うね。宮本さんは、癒しとドキドキ感、うん、どっちが好き？半々ぐらいだ。今までで一番それを感じたところで、ドリフトダイビング、まあ、流れがある場所で、まあ、流れに乗っかりながらダイビングするんですけど、最初にその流れに逆らったりっていうのがあったんですよ。流れに逆らいながら行くと今度はサメの群れだったりとか、カンパチの群れだったりとか、ウミガメなんかも行ってすげーっていうアドレナリンが出るようなねアドベンチャーの経験をした後は、今度はその流れに乗りながらふわふわっと浮きながら安全停止をしたりっていうのはやっぱり癒しを感じる。いいですね、うん、ワンダイブの中でもそうそう変わるんですね。そうですね、よしもできていいよ、そういうダイブが頑張ります。はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。